はい、私の方からまずは情報、国民の皆さんに対する情報提供、そして2つ目として、関係諸国と連携をし、北朝鮮に対して、この発射を行わないよう、中止を求めるということ、そして3点目として、不測の事態に備えて、万全の体制を取るということ、この3点の指示を行いました。衛星打ち上げを目的としたものであったとしても、弾道ミサイル技術を用いた発射は関連する安保理決議違反であります。そして国民の安全に関わる重大な問題であります。